お疲れ。聞いてください。何？あのヒルナンデスの日テレ系女性アナおしゃれ日本一決定戦に出演が決まりました。なん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 やっていや、そんな感じでしたっけ、いつもおめでとうございます。ありがとうございます。各局出るでしょ。そうなんです、日テレ系列27局ありますから、うん、ヒロテレの代表として、まあ、出させていただきますなんか勝ち取ったみたいなちょっと心の余裕が見えるけど、いやいやいや、初先輩方の顔は浮かばなかったいや、すいません、すいません、大丈夫、頑張ってこようと思います。代表よ。はい、あの恥ずかしくないように戦わせていただこうと思います。おお、謙虚な姿勢で。はい、謙虚な姿勢でやらせていただきます。その1回戦は何人でやるんだっけ。4人です。お、1グループ4人で戦うんですけど、鹿児島読売テレビの横山あさみアナ、青森放送の小田アンジュアナ、で福島中央テレビの永井真希アナ、おこの4人で戦います。真希ちゃんいるの。あ、ご存知ですか。そう、同期なん。あ、そうですか。そう、仲はいいんですか。もうほどほどに。へ、一緒にね、入社する前からの、まあ、友達、知り合いって感じ。おえ、どんな方ですか。どんな方。明るくて、人当たりが良くて、背が高くて。おしゃれ対決、私の右に出そうですか先頭走ってると自覚が終わりなんです。もちろんです、もちろんそこはもうやるからには大前提として。まきちゃんか。え、すごい残念やったね。え、なんでですかいやいや、もうスラッとしてるし、はいはい、こう学生時代も横浜で過ごしたという。うわ、おしゃれにも敏感な街ですよ。それだけでおしゃれそうですね。ねえ、ちょっと難しいんじゃないかな。いや、でも私は広島、福山で育ち、広島でアナウンサーをして、広島という土地を背負って戦うわけですから、うん、負けるわけにはいかないんですよ。どうするの、全身デニムとかで出るのじゃ確かに、福山デニム、バラとかシュッて刺して、そう、刺したい、加えたいですね。加えたい、加えたい、加えていこうよ、じゃあ。そうですね、それぐらい福山をアピールできたらいいですね趣旨変わってきてますけど。賞賛あり、大丈夫。いや、もうできることは全部やっていく所存なので、ほう、勝ちますよ、そりゃ。あ、なるほど、はい、日テレのスタッフを調べ上げて、関係値がないかを見つけ、はい、何日か前に入って、はい、食事に連日誘うと。もちろんそうですそこ根回しをしっかりしていかないと。そうね、準備8割ですから、うん、絶対そのやり方やめてよ絶対やめてよ先生、堂々と戦わせていただきます、はい、どうなるかな。頑張ります。見ときます。はい、見届けてください、先輩。よっしゃ、よっしゃ。着きましたね。はい、渋谷やってきましたよ。大都会すぎて、もうだってこの高さから頂上が 見えないぐらい高いです。昨日は寝れましたか。昨日は深夜3時までは起きてたんですけど、でも元気、やる気、木村です。はい、頑張ります。もうすぐ行きますけども、はい、意気込みをお願いします。はい、本当に日本一を目指すアナウンサーばっかりで出てこないとは思うんですけど、やれることをやってきましたし、広島を背負って戦うこの対決、負けるわけにはいきません。絶対日本一取ってきます。いってらっしゃい。頑張ります、日本一取るぞいよいよバトル開始。どんな戦いが繰り広げられるのか、そのあたりはまた次の動画をお楽しみに。